皆さんこんにちは、かほなんです。今日は車中泊カーにベッドを組んでいきます。使うのはイレクターパイプという、こういう中が鉄でできてるパイプを使って組んできます。普通の塩ビ管とかだと乗った時にちょっとこうたわんだりとか歪んだりとかしそうなんですけど、これは中に鉄が入ってて丈夫なので、で結構軽いし、これを使ってやってきます。じゃあまずここを取っちゃって、中にクッションみたいなのあるんで、これを取ります。これイレクターパイプのカッター使ってきます。これをこれ印したところに当てて締めると刃がグッといって、でこれを回転させると切れていくので、これの繰り返しですね。切れました。こんな感じでやっていきます。豆とかできそうです。でジョイントはこういうの使ってきます。下上仮組みしてみます。こういう感じになるイメージです。私はちょっとやってみよう。楽しいなこれ。私子供の頃ブロック遊びとか大好きだったんですけど、なんかそれの延長線上にある気がする大人のブロック遊び。60センチはそのまま売ってたので、これはそのまま使います。30、45、60、90、150って感じで売ってます。こんな感じ。意外と60センチ横幅あるな。結構ぴったりいい感じですよ。接着剤はこちらを使用します。
こうしておけば5分ぐらいしたらもうガッチガチに固まります。これを四隅やっていこうかな。ターとか言って、あ、いいね、いいね、いいね、いい感じ。硬い。足は2種類売ってて、こういう小さいのと、あとしっかりしたものとありました。で、車の中央の方があまりこうデコボコしてて平たいスペースがなかったのでこっちにして、で、外側の方は結構平らだったのでこっちを使います。3.3 の3ってこんな1ミリ外で、こういうとことかはこうやってやっちゃうともうこっち側がはめられなくなっちゃうんで、これじゃなくてこっちを使えばこっち向きとこっち向きでこうジョイントされます。いい感じに組めてきました。で、土台はこんな感じで、あとはここにコンパネとかちょっと強化したりとかやってきます。よっしゃ、できた、できた。失礼します。寝られる。めっちゃいい感じです。ベッドだ、ベッドだできた。いや、めっちゃいいじゃん。よっこいしょ。はぁ、よっき。よし、土台はこれでよし。で、これ下は、こっちからコンテナボックスの積み込みができます。そして、下は下で、釣り具とか乗ってることができます。でもここはちょっと仕切りを作ろうと思ってます。よいしょ。というわけでベッドが完成しました。イエーイ、いい感じ。いいね、エレクターパイプ。ここにこの後クッションを引いたりとか、あと間仕切りとかを作ってもっともっとカスタマイズしていきます。とりあえず基礎はこんな感じでした。ベッドの土台が完成ということで、今回の動画以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなんでした。
バイバイ。